僕、サブスク嫌いなんですね。失敗したときは、結構厳しくやられたりする場合もあるんですよ。最近、ゲーム業界の大きい買収の話がいっぱい出るじゃないですか。ありますね。あれどう読んでます？みたいやっぱりサブスクの存在というのはまあまあ大きくて、な。そのサブスクで覇権を取るには一等賞になるしかないんですよね。一等賞になる先に、どれだけうまく投資をしていくかっていうことについては、本当に大手については最大の注目ポイントなんだろうなというふうには今思ってます。ただ、それと、中国企業の話というのは分けて考えるべきですけどね。じゃあそのサブスクになっていくと見てるんですね。実際それを狙って大型の買収が進んでるんじゃないかそれはと間は違いな思っいでてしまょうす。ね。そこは間違いないと。サブスクになるんですかね。サブスクがメインになるんですかね。今ほどの映像ほどメインにはなり得ないかもしれないけど、それでもその波は非常に大きく来てますよね。特に Xbox ゲームパス。僕個人の意見でいいですか。ちょっと僕サブスク嫌いなんですね。僕なりのですよ。理由があって、ゲームセンターのゲーム、僕好きやったのは、やっぱ100円吸い込まれる緊張感。家庭用になって、例えばシューティングゲームで何回でもコンティンできるとなると、僕ね、全然面白さが1000分の1ぐらいになっちゃうんですよ。無敵時間の間、ルルルルルって打ってしまうような性格なんですね。本気で避けようとしなくなってしまう性格なんですよ。だから、そんなるなほど。俺にはです。だから、俺が好きじゃないって、俺はサブスクに向いてないですよね。もうなんか、コンティニューが、その家庭用のゲームでも100円取られるぐらいのが俺は好きなんですよ。なんやっか、ぱりゲームをものすごくソリッドに楽しみたいのであったら、まず情報遮断をするべき。それはします。いろんな情報を全く聞かずに、自分だけ、何の前情報も知らずに遊ぶというのがベスト。だけど、僕そうしてまそれす。は時代に反してますよね。そうなんです。サブスクも似たように、だんだん時代に反するというようなことが増えていって、ゲームの本来の面白さというのが、それによって損なわれる機会があるのは、もうしょうがないものかなと思ってます。ゲーム業界はまだテクノロジーの進歩というのがあったので、ファミコンゲームと今のゲームを比べても、そりゃ今のゲームの方が見栄えもするし、ボリュームもあって面白かったりもするわけですが、だから対等に並ばないにしても、だんだんハイエンドに向けたものというのが、長く続けば続くほど、そういうライバルは増えていくわけで、しかも一つのゲームは大量に時間を食うという。映画だったら2時間見れば終わりですけどね。基本的にゲームって遊びたいものだけ遊びたいわけですよね。遊ばないものならただでもいらないっていうそうふうに思でうわけす。そで、うです。そ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 ういう意味でのサブスクとの相性というのは、もちろん必ずしも良いとは言えないんだけれど、でもそういう時代がやってくるということについては、誰しもが備えなければいけないっていうのは確かだと思います。特にメーカーはそうでしょうね。そうでしょうでもね。その中で遊んでもらった比率によって分配されるじゃないですか。だからどっかで遊んでる時間を長く取るような仕掛けを作る必要性が出てくるんだと思うんですよね。それが嫌なんですよね。まあ、例えばログインボーナスとか、いわゆるソーシャルに近いようなことが起こり得るかなとは思いますね。でもそんなことやっても、ユーザーはついてこなかったりしますけどね、ゲーム自体が嫌になっちゃったりして。ああ、それはもう一番怖い。それは嫌だな。そういうふうになってほしくないですね。できる限り、これから先もみんなが、子供たちが好きなものはゲームって言ってほしくて、小学生のうちはなりたい職業の1位がゲームクリエイターで、みたいな時代が嬉しいですけどね、僕は。やっぱりサブスクだろうなと思いながらも、ここまで露骨に、わけのわからん金額で買収されると、僕らがめちゃくちゃびっくりしてるんですよね。桁が、僕が思ってる桁じゃないんですよ。やっぱりそれぞれのサブスクの大元から考えると、そんぐらい太い収入があるっていうことですよね。太い収入に対して投資をしておくことが、もうさらに太い収入を約束するっていうふうに思うんでしょうね。これをやらへんかったら負けるとも思ってるってことですよね。8兆円ですよ。いや。よく昔の任天堂の株を買っておけばよかったみたいなことって言われるじゃないですか。未来から見たら今は好機なので、その好機に投資をするっていうようなことは確かにあり得るし、正しいとも思ってるんですけどね。やっぱり一興皆若の世界というか、一つの大きなものを作ったところだけが儲かり、あとはそうでもないっていうような感じなので、同じ額をかけるなら、そこそこの会社10社よりも、ものすごくいいところ1社の方が効果が上がることだってありますもんね。そうなんですよね。その通りなんですよね。でも8兆円ですよ。フィリピンの国家予算ですよね。そうなんですか。そのゲーム業界がそれだけの規模のもんだってこともあるし、そこの覇権争いっていうのはもしかすると中国とアメリカの戦いなのかもしれへんなと思ってます。冷戦なのかもしれんなとも思ってるってことです。
中国本土の方では随分大規模な締め付けがありましたよね、この前。外の金取っていきたいんじゃないですか。そういうことになりますよね。外の市場でしっかり稼ぎたいと、はい、とはいえどこの資本であってもいいゲームができたりそれが受けたりするっていうのは望ましいことですからね。僕もそうは思ってたんですけど、今回のその中国の中国共産党の締め付け見てたら、政治がゲームに関与してくるじゃないですか。あれに関しては僕あんまり嬉しくないんですよね。実は子供が、一定の年齢いった子供が何時間しようが何しようが、それは自由であるべきだと思ってるんですよね。やれとも言わない、やるなとも言わないのが普通だと思うんですが、そこに口出しするんだと思うと、僕の中ではちょっとしっくりが来てないのはしっくり来てないんですよね、実は。まあ、ただそれは本土の話なんで、海外向けというか、中国から見た海外に向けた作品なのであったならば、まあ自由でしょうし。ましてやそこで日本の開発者とかが頑張るっていうならなおさらですよね。そういえばネットイースもテンセントも結構買ってますもんね、日本の。あれもやっぱりその共産党の締め付けがある国内よりも日本へ進出したいってことの表れでしょうからね。昔と今とではまた話も違うでしょうからね、いろいろな事情もあるんでしょうけれど、まあ、日本のマーケットが大きいマーケットであることも間違いないのと、日本のクリエイターが優秀であることも間違いないですからね。桜井さんがどっかの大会にならないことを祈るでもちょっと嬉しいけどね、有限会社ソラ7兆8000億円で買収って書かれたら俺喜ぶけどな俺。いやソラ行かれたぞっつって7兆8000億か桜井さんも売るかって言ってすげえ手叩いて笑うけど名前に飲みながらそれ面白いですね。だから何があるかわからんから、そういう意味ではそれが起こったってことが面白いですよね。一度過去によその会社だけど起こってたってことが次のの額を決めるじゃないですか。まあ、でもまあなんかちょっとおかしな話で、マイクロソフトがアクティビジョンを7兆8000億円で買ったわけですよね。その7兆8000億円を、例えばマイクロソフトが出した、うん、その出した額はどっかに消えてアクティビジョンが合流すると。じゃあ今までそのアクティビジョンを作ってきた骨なり肉なりであったスタッフの人たちにそういう還元というのはなされないんだろうかとか。なされるでしょ、一部ですよ。なんでかって言ったらストックオプションとか。ああ、社員が持ってればそうですけどね、はいはい、持ってるんですよ。みんな持ってるんですか。あ、みんなは持ってないと。幹部はストックオプション。いや、まあ、かなり株持ってる、うん、幹部は分かる。幹部って相当幹部じゃないですよ。そこそこのやつらで持ってるでしょ、うんうん、皆さん。でそこで還元はされますけどね。結構な金額で買収されたら結構な金額が皆さん入るんですよ。マイクロソフトに買収された会社に入ってたの三上とかもいたんですよ、あのバイオを使って、はい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 、三上くんとかもやっぱそのストックオプション入ってますからね。なるほど。みんな初期のメンバーでなくてもそれなりに買収されたら入りはするんです。ただその7兆8000億円のほとんどは入らないですよ。ファイヤーでけへん程度には入るって。ファイヤーされたら困るからね。まあそうでしょうけど、それはつまり7兆8000億の中のほんの数百億で済む話じゃないですか。そのあんまりはどこ行っちゃうんだろうって思って。株主、最初に設立した人とかそれに投資した人たちとっていうのが株でガツン儲けてるんですよね。すごい話だな。ゲーム作ってる人よりも最初に投資した人が偉いっていうことですよね。いや、まあせめてそれがゲーム業界に還元されるっていうんだったら嬉しいですけどね。その人たちがもう一回ゲームをやるとは考えにくいなと思ってて、さすがにアクティビジョンはあたりの頃からある会社やから、さすがに痛いじゃないですかこれは。まあでもこんだけ動く業界になったってことも嬉しいです。お金が動くだけでも。それまで、まあそんなことなかったですし。確かにそうですね。僕らが入った頃ってなんか業界とも呼ばれてなかったし、会社を立ち上げた人が上場してお金持ちになったりとか、バイアウトしてお金持ちになったは聞いたことあったけど、クリエイターがお金持ちになったもほとんどなかったんですよ実は。堀井雄二、佐久間明、園部君から、ああダービスタの、うんうん、ぐらいじゃないですか。大きいところで言ったらこれぐらいしかなかったと思ってて、だそういう意味では次僕だったと思うんですよね。なるほど。まあ、僕、桜井さんの方が先でしょうけど、順番で言うと。だから この2人はクリエイターとしていけてたと思う。結果、ゴールできたうちだと思ってて、これでも5人でしょ。もうちょい増えてほしいですよね、業界で。いるにはいるんでしょうけどね。みんな顔出しでやってるとは限らないですからね。そうですね。でも、この買収分がある中で、上手に自分たちの場所をこう決めながら、ちゃんとゲームクリエイターで何十年もやった人たちが、一丁上がりしてくれる世の中になってほしいなとは思ってます。だってカプコンの OB とかってちゃんとファイヤーしてないと思いますよみんな。
あー、なるほど。確かに、例えば自分がまだゲーム業界に入っていなかった頃にいたあの人やこの人というのは今どうしてるんだろうというふうに振り返ることはありますね。もちろんいろんな人のいろんな道があるので、ゲーム業界から離れたからといってそれを失敗というのはやめてほしいとは思うんですけど、もちろんそうです、うん、でも生活費に困らへんなりましたぐらいのことは言ってほしいんですよね、はい、せめて。でそれでないと目指さないと思ってるんですよ、若い頃が。僕は少なくともちゃんと稼ぎましたって言いたい人なんですよね。日本だとそういうのに対する妬み文化みたいなものもあるので、うんうんうん、なかなか口に出して言いにくいというのはあるんじゃないですか、うんうんうん、あります、あります。でそれは間違ってると思ってるんですよ。日本人が妬むっていうよりはお金を汚いもんだと思ってるところも嫌なんです僕。ああ、それは確かにそうです、うん、何でもかんでもそうなんですけれども、うん、情報は正確に知った方がいいとは思うんですよ、うん、それはそうです、ね、それに対する偏見があろうとなかろうと、うん、正しい情報が正しく出ていれば結果理解が深まるわけだから。お金ってのは基本的に燃料ですもんね、うん、人が動くために必要な燃料そのものなので、うん、大中小あるにしても必要なんですよ絶対に。お金が汚いものと思ってるというか、がべついものと思ってるみたいなことがあったら、うん、考えを何とか改めてもらって、改めてもらいたいですよね本当に、はい、で目標にしてほしいし、ある程度お金ができたら選択肢が増えるのは間違いないんで、それを経験してほしいし、そこを目標に頑張って、目標って、まあ、ある意味の目標にはして頑張ってもらいたいなってずっと思ってるんですけどねみたいな感じですかね。ただ自分の場合はお金がどうこうというのは二の次三の次でしたね正直。ゲームの開発者ですから増えてればとりあえずいいかなと。結果としてですよ、結果としてそうなればいいだけの話ですよね。はい、そうですそうです。僕はその結果としてついてきてないことを問題に思ってるんですよ。だって大成功したし会社にあんなに利益与えたのに、みんな、まあ、言葉悪い搾取されてるじゃないですか、うん、まあまあだけどそれが会社だからな。会社でその代わり失敗してもちゃんと給与はもらえるわけですよね。成功した人は確かに自分一人で成功したっていう時よりはもらえないかもしれないけど、失敗した時の保証もある。潰れるのは会社である。失敗した時は結構厳しくやられたりする場合もあるんですよ。それは会社によっていろいろあるでしょうけど、例えばどんな感じになるんですか。まあ、更迭されたり普通にしますよ。そんなに、はい、課長だったり課長になったりとかっていうのはマジで聞いてて、うん、その厳しさがあるっていうのは悪くはないんじゃないかなと思いますけどね、うん、僕は そうです。そのリターンがある会社やからね。リターンがないのに厳しさがあるから普通の会社は全然気に入らんのよね僕は。なるほど、うん、桜井さんすっげえなと思ったのの一つが、ゲーム性とはリスクとリターンのバランスだよって言ってズバッと切ってくれたことがあって、この話って他の視聴者の方は全く知らないわけだから、うん、何の話をしてるのかさっぱり分かんないかもしれないですよね、うん、ちょっとしてくださいじゃあ今ですか、はい、リスクとリターン。分かりました。じゃあ